誠に申し訳ございませんでした。あざます。まあこのチャプター6も結構長いことやってるので、もう今日はマジでスピード業務で行こう。早く次のチャプターの仕事してみたいしね。あとここさ、開くんすね。進行度 70% 超えてようやく気づいたけど、いつもここジャンプして通ってたからな。ちゃんと通れる道あったんすね。で、朝一の業務はまずこれですよ。この仕事をいつまで経ってもレプリンが覚えてくれないから。まあこれでカーチェイスの必要がなくなるはず。レプリン覚えろよ、この仕事。早速タバコ吸ってるわ、こいつ。業務開始時間から。で、このチャプターの特徴は、物資の輸入に制限がつけられてて、品目ごとに上限があると。輸入できる個数に。で、指名手配犯の情報は、ライトの破損が3箇所ある車と48歳のドライバー。これだけ注意して。じゃあ最初のお客様どうぞ。いらっしゃいませ。本当にスピード業務で行きたいので、1個でも罰がついたらもう即追い返すくらいの感じでやってもいいんじゃないかな。なんか前回そうしたもんね、1回だけ。じゃあ書類チェックしますよ。写真はご本人ですね。あ、一応ライトの破損だけチェックさせてもらおうか。3箇所破損があったらもう指名手配犯の可能性が高いので、まあとりあえず大丈夫かな、この人は。じゃあ書類、写真は OK。名前は一致。入国許可証とも一致してるし、貨物リストも平気。パスポート番号は？よし、帰れ。じゃあ結果が出ました。あなたはクソです。消えな。うわ、早え。これできると早えな、ほんと。はい、次のお客様どうぞ。いや、まあこういうのでもいいのよ、本当に。お金に余裕さえあれば。じゃあ次の人、位置を重さすぐ測ります。はい、書類見せてね。あ、その前にライトの破損。お、ライト2箇所破損してんな、前。おいおい、3箇所破損してますよ。うわー、入ってる。よし、おりな。これさ、いきなり逮捕しても別にいいんだよね、これ。もうこいつだっていう確信さえ持てたら。はい、逮捕です。このくらいのスピード感で仕事していいはずなんだよ、本来。あ、よし、正当な逮捕。よし、見張っとけよ、モスコビッチ。お前もなんか仕事楽そうでいいな。この基地なんか俺以外仕事楽そうなんだよな、全員。で、この後にチェックすればいいんだもんね。あいつが犯罪者なのはもう確定したので。イエーイ、密輸品発見。いや、なんかこうやって証拠を押さえてから逮捕するっていう流れの方が自然に感じてたんだけど、別にいいわけだ、そんなことしなくても。あ、やべえ、全然関係ないタイヤ切り刻んじゃった、今。なんかタイヤは切り刻むものとして認識してたわ。蛇のマーク入ってなかったのに。はい、ここ。お、こっちのタイヤにも入ってんね。いや、まあでもこういうのはあれか、青ざめる犯罪者の目の前で切り刻んでやるのが楽しかったりすんのか。やめてくれーっていうのを聞きながら。すぐ逮捕しちゃうとその辺ちょっと味気ないな。で、荷物がいっぱいなので、ちょっと預けときましょうか。あるじゃねえか、これも回収。ここは？開いてんねー。これで全部か？あ、いや、運転席のシートにも入ってるね。バンパーにも入ってんね、珍しい。こういうとこ一応見てるつもりではあるんだけど、さらっとチェックしてると見逃したりあるんだろうな。で、裏に敷き詰められてますわ、タバコが。まあ一応スピード業務することも目的ではあるから、まあもうないと思ったら片付けてもらおう。マキシモフ、どこに行く？ほんと俺以外仕事楽そうだな。まあマキシモフはこの役割あるからマシな方だけど。さあ、どう？満額もらえなかったな。密輸品の隠し場所、フロントグリル。え、何？フロントグリルって。肉焼く場所？え、何？ ああ、8分の7だって。でも1個だけ取り逃したのか。
惜しかったな。まあいいでしょ。ああ、じゃあ次の方どうぞ。スピード逮捕してね。結構早く仕事できた方なんじゃないの。じゃあここに乗ったら重さ測って、で、あと来る予定の犯罪者は一人だけだね。48歳。年齢にだけ注意すればいい。俺はだしな。お、取引できんじゃん。あーでも買い取ってくれないな、ウォッカとかタバコは。じゃあ書類出しな。書類見せてもらって、あ、こいつ48歳かもしれない。アザド・アル・ラバルの強欲によってカガスタマは勢力を伸ばした。止めるタイミングはあったがもう手遅れだ。あ、まあこのチャプターでは国同士が紛争してて、その影響で輸入制限されてるっていう背景だから、そういう話をしてたのかな。で、これ48歳じゃないの。48歳だ。生年月日だいたい覚えてたんだよな。1933年あたりって指名手配されてたから。こいつもあるぞ。あ、いやでもどうだ、違うのか。年齢が一緒のだけのミスリードじゃなかった。よし、来た。じゃあまず降りてもらおうか。いやどうなんだろうな、スピード逮捕した方がその後車に乗って逃げられるリスクとかないと思うんだけど。でもやっぱな、こういうのは青ざめる犯罪者の前でやるのが一番いいんだよな。なるほど、アルコール、そういうのもあるのか。なんか、あ、こいつ乗り込みやがった。乗り込みやがりましたよ。あ、押される、すっごい押される。あ、死んじゃうかも。いってー、死ぬ。これ死ぬんだ。これ死ぬんだ。はい、次のお客様どうぞ。で、さっきと同じ流れだったらこの辺りで2回目の犯罪者来るんじゃないかな。さっき殺されたやつ。ちょっと一旦降りてもらえるかな。で、あ、もう入ってんね。書類チェックするまでもなく入ってますよ、マーク。だからもうやっぱスピード逮捕する意味ってあるんだな。ここでスピード逮捕さえしちゃえばもうカーチェイスする必要なくなるから。そもそも俺が毎朝やってるあそこに車置いて道塞ぐってやつすらやらなくてよくなるってことだよね。今やってないんだけど。そうか、もうそもそもそういう方法あったのか。いや難しいな、調べんの。一つ残さず押収できたことあんまりなさそうなんだよな。どっかには巧妙に隠してんだよこいつら、マジで。でもこっちもそこにあんまり時間割きたくないっていうのもあるしね。いやー、この違法品の押収で満額の報酬もらってみたいけどな。ないよねここ本当に。いやでもやばい、これ一度見た場所何回も見たりすると結局時間かかるんだよ。スピード業務で行こうっつってんのに今日は。で、どっかにはあるでしょ、あれ。ないか。いや、これは全て回収できてる。マキシモフ、片付けとけそこのゴミ。そして俺は200ドルの報酬をいただく。ダメー、3分の2。ダッシュボードした。ダッシュボードした。え、俺調べてないか、そういうとこ。改めて見れないからな、もうマキシモフに片付けさせちゃうと。マキシモフも手伝ってほしいけどな、片付けだけじゃなくて。あさんの、あ、でもこれでもう犯罪者情報消えてるから、犯罪者のことは考えずに真っ当に入国審査をしていいってことだね。とりあえず今日のところは。じゃあ、お、取引できんじゃん。あ、ウォッカ買い取ってもらえる。買ってもらおう。クソどもからいっぱいもらってるからさ。じゃあ書類見せてね。でも、あ、写真はあってんね。それはそれとして違反がちょっとでも見つかったらすぐ追い返しはするからね。それがスピード業務だから俺の考える。名前、写真、パスポート期限、この辺は合ってんのかな。入国許可証の有効期限あと1日で切れる感じだね。でも大丈夫。じゃあ車、イリッチ57。あー、この車は分かんないな。車種イリッチ57は、あー、このタイプのトラックで合ってますね。じゃあ重量も車種もナンバーも OK で、あー、あとは荷物かな。そっか、荷物だ。一応このチャプターのメインの話は貨物だから。うわ、ちょっと一
旦これ取り出さないとやりづらいか。つけられるだけチェックつけて、いやそうだよな、結局これどかさないと奥の方チェックできないよ。ちょっとマキシモフあんまり遠く行かないで、仕事あんだからお前だけは。ちょ、荷物返しといて、車に。もうチェックしたから。犯罪者ではないからね、別に預かりっぱなしの必要はない。ポテト3、魚の缶詰3、ガスコンロ1、洗濯機1、数は合ってんのかな？肥料8、薬箱1、数は合ってる。でもこれあれだよな、食料明らかに多いよな。食料品は6個が上限だけど、あ、いや、でも上限だな。ポテト袋3、魚の缶詰3、食料品上限ギリギリ。え、家電は？家電は3個までだけど、ガスコンロ洗濯機2個か。大丈夫だな。あ、いやどうなんだ、肥料ってこれ化学品？いやっていうか、なんかこの貨物リストの左側にタイプっていうアイコン書いてて、なんとなく品目わかるようにはなってんだよね。で、そう、前回トイレの時俺気づかなかったけど、トイレは家電かどうかって話で、あの家マークは家電ってことで、これカーソル合わせたら見れんだ。うわ、これも知らなかった。材料だって、肥料は、肥料8個もあるけど、材料これ制限かかってないのかな。うん、肥料は制限かかってないものなのかも。じゃあこんなに物を運んでるからめちゃくちゃアウトっぽく見せかけて、この人実は全然アウトじゃない感じなのかな。今んところ通して良さそうだね。整備不良も一個もないパターンじゃないの。パンクしてない、バンパーある、サイドミラーある、ライト割れてない。え、割れてないんだよね、窓そこの後ろも。あ、割れてないね。あ、これ完璧のパターンだな。荷物隠してないよね。あなたのような入国者を待ってました。通ってください。さあ、ぜひ通ってください、早く。いってらっしゃい、良い旅を。じゃあ次の方を呼びましょうか。いらっしゃいませ。よし、完璧な検査、200ドルもぎ取りましたよ。うわ、すごい、完璧だ。この国こんな人いるんだな。じゃあ早速重量を測って、え、この人で最後。おい、まだめちゃくちゃ明るいじゃん。あ、やっぱスピード業務だな。スピード業務最高だわ。じゃあ一応取引できる。あ、タバコとか買ってもらえんじゃん。タバコとかウォッカーどうせチンピラどもがいっぱいくれるから、売れるだけ売っちゃおう、もう値段に関わらず。ありがとうね。いや、いい取引ができました。で、あれ受け取ったんだっけ、パスポート、写真、名前、パスポート番号、有効期限、この辺は OK。 じゃあ車のチェック入りますけど、アザム72、あ、わかりますよ、この車はアザム72で合ってますね。車種に詳しくなってきましたよ。で、こういう感じにすると番号を読み取りやすい、GQK7402UB。 OK、 問題なし、車両問題なし。で、あれ、荷物運んでるんでしたっけ。荷物運んでんのか。ちょっと一旦出していい、一応ね、余計な。お、あぶねえ、ドラム缶の陰に隠れてた、こういうの。これな、どかしてなくてこの場でチェックしようとしてたら見逃してたよね、あのちっちゃい荷物2つ。 OK、 全部チェックしたんで、マキシ、タバコ吸うな、業務中に。荷物返しといてね。で、改めて荷物チェックしてみると、洗剤に化学薬品さん、まあ貨物リストと個数は一致してますけど、これ全部化学品ってことだよね、化学物質。ここにカーソル合わせるとこんな見えたんだな。で、化学物質は一度の取引で4つまでと言われてるので、これ入国規定アウトだ。少なくとも罰は1個ついて、まあスピード業務にこだわるなら別にここで追い返してもいいけど、まあせっかくもうこれ最後のお客様ですし、しっかりチェックさせてもらおうか。あ、いや、まあでも写真、名前、番号、有効期限、あとは車両の番号とかそういうのも一致してたので、あと見るとこって整備不良くらいしかないのか。あ、サイドミラーないね、片方。ライトも1個割れてる。
で窓ガラスも割れてなかったこの人。ちょっと待って、ここ分かりづらいけど、あ、これ割れてんだよな、ここの窓って割れてんだよな1個。いやこれ分かりづらいんだよ。窓ガラス1、あ、ここも割れてる。2箇所目発見、ここは大丈夫で、ここも大丈夫。あ、大丈夫よ、降りなくて。そんな、え、なんか臭かった？いや散々スピード勝負でやってきましたけど、この日はさすがに最後の一人はね、綺麗に200ドル出して終わりたいので、オッケー、検査終了しました。いい知らせがあります。消えな、クソが。じゃあ次のお客様どうぞ。いらっしゃいませ。いないだもん。オッケー、じゃあ今日の仕事は終わりだ。いやまだ夕方だぜ、早いよこれ。だいぶ、じゃあ200ドルの結果を見届けましょう最後に。おお、よかった。失敗するみたいなふりしちゃったけど、ちゃんと合ってた。よし、いい仕事しましたわ。で、今何時？今何時？9時半。一般的にそんな早くはないな。結構早くやったつもりだけどね、これでもそんな早くないのか。まあでも大量の違法品を犯罪者のクソどもからいただいたりしたので、これらは届けに行こうかな、警察基地に。はい、違法品持ってきましたよと。皆さんもお疲れ様です、こんな時間まで本当に。ただいま。これでやっと寝れるな。さて今何時かな。3時。やべえな、反政府側についた方が良かった気がしてきたな。まあでもこれで、あれで、うわー、こんな時間にやっと一日終わりですよの感じ出してたのに、くそ、ふざけんじゃねえ、俺もあっちに着こうかな、もう。くそ、みんな頼むぞ、みんな昇進させて高い給料払ってんだから頑張ってくれ。そうだ、死体漁りたいからちょっとインベントリー開けてきていい？みんな頑張っててね。ちょっといらんもんは預けといて。あ、仲間倒れてる。仲間失った、だってよ。やられるときはやられるんだな、強化してても。おい、何のために高い給料出してると思ってんだ。まずい、仲間が減ってきてちょっと押し込まれてきてる。敵が前の方に出てきたな。まずい、ノービックまでやられた。これは治療費が結構かかっちゃうな。敵が、うわ、敵まだこんなに降りてくる山から。すごいな、この数。結構やってるぞ。もう30人くらい倒してんじゃん。本当に。よいしょ。あ、でも残りの敵1人だ。あー、もうダメだ。くそ、漁ってる暇がねえ。敵の下よ。あ、まだ倒すなよ。まだ倒すな。倒すなー。まあ、しょうがないか。あ、でも治療費300しか取られないんだ。防衛したボーナスで1700ドルももらえたし。いや、まあお金別に必要ないっちゃないんだけどね。それでもまあ貯めとくに越したことはないから。前回ね、ブラドの店で買ったスナイパーライフルが割とゴミだったけど、他の武器も試してみたいし。え、でももう寝ていい、もう寝ていいよな。今何時？4時半。寝かせてくれや。俺だけ忙しいんだから、俺以外のみんなで防衛してよ。いや、いきなり襲撃来ちゃったけど、でもこれでチャプター7でしょ。次はやっと新しいチャプターだ。うわ、戦争。どうしよう、残念ながら私の最悪の懸念が現実となった。戦争だ。前のチャプターは紛争とかだったけど、この状況の結果、アルバラフからの大量の移民の流入に備えなければならない。あ、なるほど、戦争が起こるとそういうことがあり得る。詳細は掲示板を見るんだ。まずは新聞見とこうか。戦争。アルバラフ政府は公式にカガスタム、あ、この国、アクルイスタンが戦争してるわけじゃないんだね。あ、右側に書いてあるね。我々は安全。
なんかちょっと嫌だけどな、この書き方も。明るいスタン市民はご安心を。我々の勇敢な軍隊は国の南の境界線を確保、同時に政府は国防費の増額を決定した。いやまあでも大事なことだよな。うん。でアルバラフとカガスタムがやり合ってるわけだ。侵略者の攻撃を確認した。本日未明、東側からの部隊が国境を越え周辺の町アルバビを占拠した。国境地帯の住民は敵軍の接近を恐れて家を出て北へ逃げている。全市民の安全を確保したい党は出入国管理を強化することを決定した。出入国管理を強化。例えばこの国の国民は全て受け入れるけど、こっちの国の国民は全てシャットアウトするみたいな、そういうことが起こるのかな。いやちょっと最初はやっぱり、お、ドライバーの中には偽造された書類を所持する人もいる。今更何を言ってんだ。ずっとそうだったろ。え、封筒や印鑑が合法であることを確認するにはサービスマニュアルの国名セクションに記載されている便箋や印鑑と比較してください。え、あーでもなんか今までやってたこととは全然違うことをさせられるんだ。ああーなるほど。なんか国の印みたいなのがあんのか。それを偽造してる可能性があんのね。やっぱりこれ超難しくなるんじゃないの。はあ、ちょっとこれだけだとまだわからない。やってみないとピンとこないけど、実際に、移民の流入、現在の移民危機に鑑み、政府はアルバラフの一部の国民に亡命を許可している。彼らは有効な入国許可証を持ち、入国理由が亡命である場合にのみ国境を越えることができる。はあ、はあははあ、いやこれマジでやってみないとだぞ本当に。それでいてね、やっぱりチャプターの最初はもう密入国者の情報もたくさんあるから絞るのが難しいし、いやまあ呼んでみよう。最初のお客様どうぞ。いらっしゃいませ。これは大変になるぞ。はい、どうもどうも、失礼しますよ。書類見せてもらえるかな。まずはお願いです。通して。私の子供たちは完全に孤立している。彼らを見つけなければ。いやーやっぱ戦争とか起こるとね、こういうもう悲痛な叫びをたくさん聞くことになるわけだ。でもお帰りください。本当にもう誠に申し訳ないけど、お帰りください。消えてください。でも入国理由亡命とは書いてあるそうかそうかそうか、書いてあったな。アルバラフからの亡命は許可してるわけだけど、でも有効な入国許可証を持ってる場合の話だよな、それは。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。この人はアルバラフの国民らしいですけど、アルバラフのこの公式スタンプ、これとパスポートのスタンプが一致してるかどうか、これもチェックポイントになるわけだ。これ大変だな。有効な便箋って何？これはどことチェックするの？これパスポートそのものってこと？いや、うわこれ大変じゃない？大変じゃない？マジで。で重さは合ってる。この車ってザベドでいいんだっけ？あれマイクロスだよな。この車ちっちゃいもんな。これマイクロスだよこの車。違うわ。いやーやばい、拒否する理由しかない。車種ダメ。もう整備不良とかもはや些細な問題だよね。いやほんと、いよいよもう完璧にチェックしようとか思わなくていいかもな。ある程度ちゃんとはやりたいけど、車は綺麗っぽいな。ガラスも割れてない、ライトも割れてない、サイドミラーもある、バンパーもある。車の番号も、車の番号これ違いますね。登録番号×です。ちなみに有効期限とかは、入国許可証の有効期限これ切れてますね。何個つけるつもりだ×。何習ってんだマジで。すいません、いいお知らせがありますよ。おめでとうございます。帰ってください。あなたはクソだ。
消えろ。なんて日だ。すいませんね、こちらも公務ですので。で次のお客様どうぞ。いやーなんかこれしんどくなってきそう。このチャプターどう？どう？あ、あやった、完璧だって。これ完璧だったんだ。うわーよかった。緊張感あるな、やっぱチャプターの最初は。新しいことに慣れてなさすぎて。あ、取引できんじゃん。あ、ウォッカ買い取ってくれんじゃん。ちょっと待っててね。で犯罪者の情報もまだそんな頭に入ってないんだよな、そういえば。いやーしんど。うわバンパーね、番号わかんねえ。後ろに書いてあるか。あーもうダメだ、これ仕事が進まねえぞ。進まねえよマジで。とりあえず書類見せてみて。見てから判断するわ。写真はご本人ですね。え、アルバラフのマークってこんなんだったっけ。ついさっきも見たけどさ、このサッシのアルバラフのマーク不一致。え、この場合は、あ、スタンプってとこにもう今勝手に罰がついてるね。はあ、え、これ有効な便箋も一応、うん、これはあのチェック、自動チェック使わないと分かんないよな、マジで。目視で分かんないもんこれ。って考えると逆にこうね、名前とかこういうのにパワー使ってる場合じゃなかったりするかな。スタンプとかで絶対使うことになるからゲージなくなってくんじゃないの。車はグラーツディックで合ってますね。グラーツディックは覚えてんのよしっかり。あれでもちょっと待てよ、あれちょっと待って、アルバラフからの国民って入国理由亡命じゃないといけないの？どうなんだ、輸送ってダメなの、アルバラフ国民の。この場合どうなるか俺ちょっとごめんよく分かってないかも。アルバラフからの亡命者は許可してるけど、亡命以外のアルバラフ国民、これいいのかダメなのか。ダメなのかもしんないな。今なんかそういう例を見せようとしてるゲーム側が。このチャプター最初だし、入国規定これ罰なんじゃないか。あ、まあどっちにしろこれ追い返すけどね、追い返すけど。これチェックつけてみようかな。窓ガラスの破損は、あ、ここしてるな、一箇所一箇所してる。やっべえ、今日の仕事終わんないかも。これだけかな。あ、バンパーもだ、バンパーも、バンパーも紛失してて、もういいっすか、俺も疲れましたよ、帰ってください、頼みますから。俺もうこれ以上書類チェックしたくない、消えろ。はい、次のお客様どうぞ。いらっしゃっせ、会っててくれ、会っててくれ、頼むぞ。そろそろ犯罪者とかも来そうなんだよな。あ、よかった、パーフェクトだ。こんなこと言いながらパーフェクト連続で出してる、よかった。あ、あとさ、今更だけど一応車出しとこうかね。スピード逮捕すれば大丈夫なんじゃねえかって説もあるけど、一応過去の例で言うと、問答無用でいきなりもうゲート開けた瞬間に強行突破しようとする犯罪者もいたもんね。その場合防ぐために一応リスク回避として車は出しといた方がいいのかも。そろそろ犯罪者来てもおかしくないと思うんだよな。書類出しな。さあ書類を出しな。年齢37。え、ちょっと待てよ。あ、39か。ドライバー年齢39の場合犯罪者の恐れあり。つまりこの人37だったから1941年生まれの人は注意が必要ってことね。あ、この人アルバラフじゃん。あ、っていうかさっきのあれだね、亡命じゃない人は入れらんないっていうの、その考え方で合ってたんだね。パーフェクトだったってことはアルバラフからの亡命で、そこは問題なし。車両番号は VMF8991AQ、 問題なし。あれ？あれ？ちょっと待てよ。書いてあるわ。登録番号 VMF って。あぶねえ、よく見逃さなかったな。あぶねえ。ちょっとミス。うわ、入ってな。ちょっと降りてもらっていいかな。じゃあ、逮捕します。二度と青空を拝めると思うな。よし。スピードぶち込みしといて、邪魔だのびく。通してくれ。俺は忙しいんだ。君と違って。
でその後にゆっくりチェックするけど、いやぶっちゃけもうこの違法品回収すんのですらめんどくさくなってきた。仕事量が多すぎて。速やかにチェックしよう。あ？え？いや、そう、なんか牛にしては正規ねえなって思ったんだけど、あ、そっか、もう書類は預かっちゃったのか。正規ねえなって思ったけど、ちょっとマキシモフ、これ回収だ。これ叩き割った方がいいってことか、今。ヘビマークあったよな。どんな？斧か？いけそう。いやこれはわかるって。うわすげえ、こういうこともあるんだ。でちょっと偽札、カーソルが合わねえ。それどうなってんの、そこ浮いてんの、どうなってんのこれ。回収させろ、あれ回収できねえんだけど。まずい、一瞬出るときあんだよな。やばい、この偽札回収できずに時が過ぎていく。やべ、おい、俺の仕事終わんねえよ。マキシマム、回収してくれよ、代わりに。この偽札。俺まだまだ仕事あんだよ。あ、やばいかも、これもう。諦めた方がいいかも。損切り必要か？ここで頑張るより時間の方がもったいないから損切り必要か？あ、でも一瞬出んだよ。あ、出た、よし、回収できた。くっそ、無駄な時間取らせやがって。あとは？おお、あった。いや、マジで忙しいんだからさ。いや、ダメだ、そんなに時間かけてる場合じゃない。マキシモフ、片付けよう。カーチェイスとかしなくてよかっただけ。あ、おお、やったー、3つ全部見つけた。満額の報酬もらえたね、200ドル。やった、嬉しい。でももう暗くなってきた。次のお客様どうぞ。あと2台もいいんじゃねえか、車。やばい。仕事に殺される。でも犯罪者は見逃さなくて、閉めるな。見逃さなくてよかったな。じゃあ、書類出してもらえる？アルバラフ国民か。砲撃は午前中に始まって砲弾の一つが私の家に落ちた。うわぁ、そこら中が火の海だった。私だけがなんとか逃げおした。生きてただけでもよかったと言うべきか、むしろ辛い思いをしてるのか、生き残ったことで。その辺はね、計り知れないものがありますけど、アルバラフ、スタンプだけはこれ、いやこれ大丈夫だな、合ってるな。もう明らかにこのスタンプ合ってるなって場合は別にいいのか。で、便箋の色はこれほんと紹介しないとわかんないな。で、あれ、パスポート番号とかも紹介したんだよな。で、有効期限もどちらも切れてないし、あれ、こっちの貨物リストの名前とかも紹介したっけ。やっべえな、ちょっと新しいチャプター始まると自分の中で仕事の順番がちゃんと整えられなくて混乱する。犯罪者の情報、あとは貨物リストが偽造文書、貨物リストっていうなんか指名手配犯の情報あるけど、もしかしてあれか、アルバラフのこの便箋の色と、あ、貨物リストそのものもこれ、うわ、これ一致させないといけなかったりすんのか。入国許可証はいいよね。うわ、頭おかしくなりそう。車の色も違うし、まあとりあえずこの人、犯罪者ではなさそうです。もうあれだよな、化学品がいくつとかそういうのは気にしなくていい。それは、唯一なくなった仕事だね。あ、でもこんなに荷物運んでるにもかかわらず、個数合ってんな。すげえ、個数合ってるぞ。この人もしかして通していい人なんじゃないの？もう今のところ規定にかかる理由はないもんね。あ、やっと亡命させてあげられるわ。じゃあ一応車両の破損箇所だけ見せてもらうね。サイドミラー1とライト1。あ、パンク2箇所してんな、これ。で、マキシに一旦荷物返してもらって、やっべ、まだ街がいんのにもう暗い、空が暗い、助けてくれ、もう大丈夫、行っていいから、もう早く行ってくれ、あなたは大丈夫。
なんというか、頑張ってくださいね。じゃあ次の方どうぞ。これ最後、最後だよな。あれ最後、あれ嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ、まだいんのか、まだいるってのかよ。もうこ、うわー、なにー、こい、うわ、意外なところ、それ以外全部合ってたのにな。車両重量意外なとこ見逃したわ。一番意外なとこ見逃したな。これは悔しい。他が全て合ってるだけに。まずいまずいまずい、これもうダメだ。切り替えていこう、切り替えていこう。書類出してね。あ、ウォッカとタバコは買い取ってくれないのね。じゃあ出して。ちょっともう罰、写真罰だな。お前もう消えるか。はい、写真罰、追い返しましょうか。いやでも一応犯罪者じゃないってことだけ確認しないと危険だな。あ、でも貨物リストないし、39歳でもないし、車の色車体青じゃないし、明るいスタン国民でもない。とりあえず犯罪者じゃないことだけは間違いないな。オッケー、いい知らせがあります。帰ってくれ。お前のようなやつはうちの国に必要ない。パスポートではあんなにヒゲ蓄えてたのに。もういいから次の人来てくれ。俺の寝る時間がなくなっちまうよ。のびく邪魔をするな。さあどう？オッケーオッケーオッケー、安す給料見逃した項目がたくさんあると、その個数に応じて給料減らされてくって感じなのかな。でこの人結構他にも罰項目多かったんだね。何ならあってんだよ案件だったわけだ。まあでも罰金ではないから、さっきと違って。もういいです、もうだって今何時、今何時、やべえよ、もう11時半だって。やばい、もう日付が変わっちまう。早く書類出せ、寝かせてくれや。写真あってんね。でまあ犯罪者じゃないことだけまず確定させておきたい。あ、ちょっと待て、39歳ですね。39歳注意しろって言われてんのよ今。見せてもらうぜ。いや逆にこれもう犯罪者であってほしい。犯罪者だったらもう逮捕して終わりだよ。お、犯罪者であれ。おい、おい、お前犯罪者じゃねえのかよ。おい39歳、あー来た、よし来た。あ、ちょっと待って待って待って、その前にあれか、逃げられる恐れが出る前に、おい、俺らさっさと日付変わっちまった。もうおめ逮捕だ。よし、二度とシャバの吸気吸えると思うな。これ でも犯罪者もたまってきたな。運ぶのめんどくせえ。あ、でも犯罪者連れてくサービスあったよね。あ、もうそれ、もうそれ使っちゃおうかな次は。でまあ最悪もう待ちないよね。よかった、終わった。最悪まあ違法品回収なんかせずに終わってもいいわけだけど、まあ一応軽くチェックして終わりますか。あー、でそこで見つかったんだよな。あー、これうー見つかった。コカインいいね。コカインはやっぱ他の押収品よりも高く売れるんじゃないの、なんとなくイメージ的に。でこれだけなわけねえよな。あ、でもシートにはないのか。あ、あったー。タイヤとかはもう全部見たよね。バンパーも見たし。あ、え、そんなことあんの、これ。え、じゃ何使えばいいの。スコップ、そうだ、インベントリにスコップ入ってたな。シャベルか、シャベルを使ってこう合ってる合ってんのかなこれ合ってる、ちょっと合ってるって手応えがないんだよ。ちょ、あ、もう一回これあれか。あ、いやでもマキシモフのとこに預けるみたいな行為もできないね。ピッチフォークの方か。ピッチフォークっていう、な、無駄に消費しちゃったな、スコップの耐久度。あれ違う、このフォークでもない。おい、どうすりゃいいんだ。え、これどうすりゃいいの本当に。あ、
壊れちまいましたピッチフォーク。おいおい、シャベルでもピッチフォークでもないならもうわかんねえぞ。ナイフとか斧でもダメージ与えてるような雰囲気、音はするんだけど、でも掘り出せないんだよね。やばいやばい、おるちゃんが折れた。スコップも折れた。もうダメだ、これ回収できねえよ。マキシマフ、もう終わりにしていい。俺もう終わりにしていいか。今日はこれでおしまいだろ。あと残り2つ、マウンドとエンジンってのがあったらしい。俺が頑張ってたのはマウンドって場所。マウンドって何？あれどうやったら回収できたの？道具壊れちゃったもん最終的に。いやもうしょうがないか。今何時？もう3時だって。外出もしてねえのに3時だって。こりゃ大惨事だ。というわけで、もう番号とか名前を紹介するためのゲージも回復させたいから今日のところは寝かせてもらいますけど、ちゃんと回復するか？ゲージ寝てる間回復してんのが見えんね、画面上の。あ、全回復はしてないな。結構回復してたけど、やっぱ睡眠時間大事なんだな。そう考えるとほんとスピード業務の意識はどんどん高めていく必要があるね。犯罪者でもなくて、ちょっとでも罰がついたやつはすぐ追い返したりして。お、なんだあれ、手紙来てる。カリカツカ国境警備隊隊長へ。お前の決断のせいで私の子供たちは外国で完全に一人になってしまった。知るかよバカって言いたいとこだけど心のこもった素敵なクレームいただきましたね。また私は妻に死ぬまで子供たちの世話をすると約束したが、お前はそのチャンスを奪ってしまった。じゃあ正規のパスポート持ってきてくださいよ。いやまあでもそうできない事情がこの人たちにはあるんでしょうね。ああ、お前には心がない。いつかお前にも同じような悲劇が起こることを願うよ毎日深夜3時まで頑張って仕事してさ同僚がタバコ吸ってる横で、なんでこんなこと言われなきゃいけねえんだよいやでもついに戦争が起こってしまったんですね。いや今心のこもった素敵な罵詈雑言を送ってくださった方みたいに、国民一人一人に物語があるわけだ。こっちは事務的に仕事をしてるけど、いろいろ考えさせられるゲームですね。じゃあちょっともうひときわ大変になりましたけど、チャプター7また次回から続きやっていきましょう。じゃあ今回はここまで。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。